今日の八高原スキー場、ゲレンデの一部は雪が溶け地面が見えています。今シーズンは当初の予定より2週間余り遅れて今年1月にオープン、その後も一時休業の期間もあり、今日予定より3日ほど早く最終営業日を迎えました。今シーズンの営業日数は昨シーズンのおよそ4割減だということです。最後もう一回滑っとこうと思って来ました。思っていた以上に雪あって良かったです。来年もっとちゃんとシーズンに雪が降ることを期待したいなと思います。一方、兵庫県香美町の八北高原スキー場は人工雪のゲレンデもあり、今月31日まで営業の予定です。